ウマ娘プリティダービー。どうもノッチン TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。今日のあんこに明日泣くぞ。購買の和菓子美味しいのが多いから誘惑がすごくて。はい、ということでね、ウマ娘動画やっていきたいと思います。今日はですね、ガチャ更新の情報が出ておりますということで、早速ですね、こちら、ガチャの次回ガチャ、更新のバナーなんですけども、育成ウマ娘として新キャラクター八重の無敵登場しております。こちらについても話していきたいんですけども、サポートカードはツインターボアイネス風神の復刻という風になっております。でまず全般的なところを言っていくと、まあ、ここら辺、まあ、かなり今回は予想していたとこが当たったんじゃないかなと思います。まあ、生放送でも言っていたんですが、まあ、次はね、八重の無敵かなっていうところ、まあ、これはみんなリスナーもね、コメント欄でも八重の無敵来るかとか言ってたんですけども、まさにその八重の無敵が実装という風になります。であとはサポートカードの復刻というね、予想もあったんですけども、そこでも話していたこととしては、まあ、根性ね、何かしら、まあ、アイネス風神に限らないんですが、アイネス風神やイクノディクタスらへんが復刻するんじゃないかなというのが、当たっておりました。はい、で今回ですね、それプラスのアルファの解説していきたいんですけども、まずですね、サポートカードの方を少しだけ話させてください。ちょっと八重の無敵の方もね、かなり喋りたいんですけども、サポカこちら復刻となっております。はい、ということでサポートカードなんですけども、ツインターボアイネス風神という風にね、復刻いきました。で一応ここで見ていくと、まずですね、ツインターボの方、こちらはですね、先手必勝の金スキルを持っております。でまあ、先手必勝は、まあ、今のね環境だと、その地固めと同じタイミングというかね、最初のタイミングに出せるように、ウマ娘2、1周年から情報修正、強くなりましたので、逃げには積むスキルとなっております。で積む方法としては、まあ、初期で金スキルで持っている、北サンブラックとか、プラスあとは賢さのですね、美穂のブルボンからも取ることができます。なので賢さから取っていくっていうのが主流にはなっていると思いますが、このツインターボをね入れるという手もあるという感じで、今回ねこのサポートカードのセット、逃げセットみたいな感じになっていますよね。なんでまあこの ターボについてもまあ入れることは考えられるみたいな感じにはなっているので、ちょっとねここはね引くかどうか悩むなっていうねガチャになってはおります。まあ、ツインターボを、ね、入れる場合はそのね、まあ、レースボーナスは5あるんで、まあ、そこを耐えて、あとは3段クルーンというこれね上げません、確定スキルにはなってないので、もらえない時があって先駆けになっちゃうよとかね、そういう時があるので、まあ、そこで入れるかどうかっていうところは悩むんですけども、まあ、使えないカードではないというね評価にはなってくるので、こっちも使える、サポカーになっています。であとはこちらアイネス夫人の方ですね。アイネス夫人は根性の北サンブラックと言われていて、まあこの得意率が80とかであったり、まあ、トレーニング効果も、ね、15あって、さらに、友情やるキーとね含まれていて、まあ、このサポート効果としてはもう北さんブラック並みの、根性の北さんみたいな、ね、性能を持っています。でプラススキルも強くて、金スキルジャジャイマ娘とかを持っていて、まあ、逃げ育成の根性育成の時は結構使えるカードとなっております。でちょっとここで聞きたいことがあるんですけども、皆さんこのガチャでサポートカードの方は引きますか？ちょっとここは悩みどころだと思っていて、今言ったように、まあ、ツインターボはまあまあ逃げで使えるくらい、そしてアイネス夫人は根性の中ではまあ強い方、逃げに使う時は強い方みたいな感じになっています。でアイネス夫人に関してはちょっとね、レースボーナスが5、まあ、5あれば結構いけるんですけど、そしてあとはイベントで体力が少し減らされるっていうのがあったりするんですけど、ここどういう判断皆さんするか、ちょっとコメント欄で教えてください。アイネス夫人やイクノディクタスとかね、あとはライアンとかパーマーとかが復刻した時って、どうするっていう感じなんですけども、根性の強いカード、復刻っていう風に考えると、マジで悩み時だなと私は思っています。詳しくは、まあ、引くべきかは明日、またね、その意見、皆さんのコメント欄の意見とかをまとめてね、そこからもう、まあ、判断っていうのは示したいとは思うんですけども、まあ、結構、根性育成もね、最近私試
してる中では、まあ、使えるサポートカードではあるなっていうねことではございます。ただね、まあ、復刻だし根性はなかなかね育成も難しかったり、まあ、ちょっとだけ上級者向けみたいなところがあるので、そういうところ皆さんのコメント意見も聞かせてほしいので、ぜひともこのアイネス数人引くか引かないかとかね、考えてるどう思ってるとかをコメントよろしくお願いいたします。はい、ということで次、行きたいと思います。キャラクター育成キャラクター八重の無敵実装来ました、ありがとうございます。こっちもですね、八重の無敵に関しても、まあ、実装されるんじゃないかっていう予想で皆さんあったと思うんですけども、ここも素直に今回は来ましたね。特に変化球はなくちゃんと来ました。で今回ですね、八重の無敵はいろいろ論点があって、まず言いたいところは八重の無敵って、まあ東京 2000m の覇者みたいな感じで、中距離の馬娘です。なので一つまず最初に言えることは、チャンピオンズミーティングにも、そのね中距離の馬娘なんで出れるっていうところで、固有の性能が強かったらチャンミ、人形馬娘になる可能性もあります。はい、ということでね、八重の無敵見ていきます。八重の無敵なんですけども、まず史実の方を見ていくとこんな感じになっております。障害成績は23戦8勝、獲得賞金は5億2000万、そして主な勝ち倉はこのようになっております。皐月賞、天皇賞、秋とかね、このようなご覧の重賞を勝っております。で史実としてはこのね、勝った G1 が、まあ大体開催もありまして、東京2000で、勝っているというところから、まあゲーム内でも中距離の適性はね高いものになっていると思います。はい、でちょっとね順番に見ていくとこのようになっております。ヤイノブ的、ゲーム内の、適性、まず、ライバルで出てくるところではこんな感じです。で、距離適性に関してこのね中距離 A、 これが間違いないところ、そして芝も A、 ここも間違いないところだと思います。で他は、結構ねマイルのレースも出てるんで、マイルも高いものだということが予想されます。で、長距離もですね、結構有馬記念とか、いろいろね長距離レース菊花賞とかも出てると思うんですけど、まあ、そこで、まあ、勝っているとかがね、まああまりないかったりする。プラスあとはその当時のまあ調教師の人とか、まあそのね八重の無敵の関係者の方のなんか逸話としては、やっぱり距離適性が長距離はないのかっていうので、まあ中距離とかね、そういうところのレースも出ていたという感じです。有馬記念は出ているので、目標レースにね有馬記念あるかもしれませんが、まあ長距離はね D ぐらいになる可能性もあります。でスキルはこんな感じで、育成馬娘の方にはね東京レース上ついてる可能性は高いかなと私個人的には思っております。はい、で一応ねサポートカードのスキルはこんな感じになっていて、まあ、スキルとしてはまあ上がってきたですね、サポカの方にもあるので、これが覚醒でついているかもなというところ。であとは、まあ受け出し準備とか、まあ、先行系のねスキル、まあ、キラーチューンあったらすごいんですけども、そこら辺どうなるかなというところです。であとは東京丸とかね、他にもまあ末脚とかもある可能性はあるかなと思います。はい、であとはですねこちら、青春杯の適性このようになっております。でこれもまあ変わらず同じで中距離へマイルへ、っていう感じになってます。でこれがさっきの、サポートカードのね青春杯でライバル馬娘だとこういう風になっている。でプラスあとはねデータとしてはこのようなのもありまして、こっちは、勝負服の方のねライバルになってます。でこれが全部ね今回同じになっているので、まあ、この適性で来る可能性も、まあ、高めではあるかなと、個人的には思っております。はい、そんな感じでですね、八重の無敵来た場合中距離のね、まあ、強めの馬娘になる可能性もあるかなと思っております。尻尾上がりとかあっても、まあ、強い馬娘になります。ちなみにくじけ抜け精神っていうのはナイタブライアンのサポカなんですけども、まあ、このスキルは、先行でちょっと後ろにいないとダメとかなので、これがは多分ないとは思います。覚醒スキルではね。はい、そんな感じでね、八重の無敵の解説も少しねしたんですけども、こんな感じでですね、このヒーローレスデンというね競馬のリアル競馬のポスターもあるんですけども、東京の2000に咲いた無敵の舞ということでね、こういうかっこいい写真もありますので、皆さんちょっと参考にしてみてください。ちょっとこの写真はなんかこのさ筋肉がかっこいいな、ね、の無敵な本当なんか馬娘から始めた人も馬娘のイメージに合ってるなという感じがします。
はい、それではね、最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとなエノム的の方が新キャラなんで皆さん気になると思いますが、サポカもね、ちょっとアイネス陣を引くのか引かないのか、どういう風に考えてるか、ぜひともコメントよろしくお願いします。あとはヤエノム的に関してはちょっと明日もね解説いたします。中距離いける馬娘になってくるとは思います。まあ蓋開けてね、固有と、覚醒とあと適正、そこら辺がね重要になってくるんで、また詳しく解説いたしますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。それではノッチ TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。馬娘動画解説いろいろ上げておりますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。